富山湾に春の訪れを告げる白エビの漁が解禁されました。射水市の新湊漁港では漁船4隻が漁に出たものの漁場の条件が悪く、初日の水揚げは去年の1割にも満たない28キロでした。初競りは御週に相場と不漁が重なり、浜値は初日の平均価格の4倍と高値がつきました。今年1年不漁とかそういうことじゃなくて、今日はちょっとたまたま条件が悪かったということで、仕方ないかなという部分と、明日からまたしっかり頑張っていきたいなというところですかね。コロナ禍というか、厳しい状況というか、そういう状況ですけど、多くの人に食べてもらいたいというのはあります、食べてもらいたいですね。白エビ漁は6月から7月にかけて最盛期を迎え、11月末まで続けられます。